セット始まります。速い攻撃でボールを打ち下ろし、そして清水パナソニックです。パナソニックが追いついています。クビアフのサーブ、レフトから、そのままダイレクトで押し込んで VC 長野の得点です。 VC 長野の得点となりました。いや、パナソニックの得点です。さあ2対2のイーブンで、ここはダブルコンタクト、 VC 長野の得点です。さあドニのサーブから始まって、打ち込んでいきました。清水が打ち込んでパナソニックの得点です。後からのゲーム出場になっています。ここでまた速い攻撃で VC 長野得点を奪いました。クビアクから、そのクビアクに戻ってクビアクがアラウジョラインギリギリに決めました。対6 VC 長野が追いついています。池田のサーブ、ネットインした。清水がまた力強く打ち込んでいった、今度は復活のサーブ、アラウジョ、しかし今度もまた首役、ここでもまた止めました。なんとか拾ったアラウジョ、押し込んだが意外拾って8対6パナソニックが2点のリード。ここはきれいに決めていきました。この第2セット入っているドニでホームの松本市総合体育館です。春雄のドニが決めてこれで9対6 9対7です。アラウジョもう1本、そして拾った、もう1回アラウジョ、決まりました。下川がよくトスを上げて、そしてアラウジョにボールを集めて、ここは得点を取りました。宮野サーブ、クビアク拾った、 VC 長野速い攻撃決めてこれで9対9、追いついた VC 長野。宮野サーブが続きます。ここ押し込まれたところですが、また風間でしょうか。得点10対10のイーブン。第2セットも点の奪い合いになっています。クビアクのサーブは上げることはできませんでした。今度 VC 長野はアラウジョのサーブ高く上げて、強いクビアクが上げたライト、小宮のサーブから一人飛ばしてドニが打ち込んでいきました。ここでまたドニが決めています。インドネシアから来た新戦力です。これで12対12です。ドニのまた強烈なサーブ、クビアクです。バックからクビアク、点を取り返しました。得点を上げていきます。清水のサーブ、強いサーブだ、打ち込んでいって、ラインの外、パナソニック、また清水のサーブ、速い攻撃で狭間でしょうか。狭間が決めました。ここドニが上げて、そして中本のサーブ、ボールを上げてアラウジョ、バックから打ち込んでいきました。山内のサーブ、ここはなんとか拾った、池田どうする、中央からボールを拾って、もう一回池田、しかしここはブロックにかかりました。クビア
ここは大事なサーブになります。キャプテンの池田、ここでまた強い清水が得点にしました。復活のサーブ、ドニに戻して、ドニが打ち込んでいった、なんとか上げた、どうする、今度はラウジョ、復活が上げてアンダーのトス、ここは返すだけ、三輪から一人飛ばしてドニー決めました。ここで得点を返してついていきます。ここ一人三輪を飛ばして、そしてドニが決めていきます。今日演出しています。宮野サーブ、早い攻撃は、なんとかボールを拾った、アラウジョが絶妙なところ、ここはしかし拾った、返した、パナソニック、ドニ打ち込んだ、もう一回、今度はバックからの攻撃、今度は清水、そしてブロック、アラウジョと狭間が飛んでいました。この清水の強打を狭間、もう一度ご覧いただきましょう。狭間が宮野サーブ、ここで首役、そしてここはまたボールが返ってきた、パナソニック、伊賀が上げて清水を使った、ボールを拾った、どうするか、アウト、復活もなんとか上げました。伊賀がアンダーで通す、首役、バックからの攻撃、ここもなんとかつないでいるパナソニック、首役打ち込んだ、ボールは吸い込まれました。アラウジョ打ち込んで決まっています。アラウジョがバックから打ち込んでいきました。これ後ろに合わせて、そしてアラウジョが、キューバ出身のアラウジョ、そして今度はドニのサーブ、伊賀が拾って深津が上げて清水を使った、アンダーで上げて速い攻撃、狭間、中本押し込んだ、アラウジョが懸命に、そしてここはボールを返しました、首役、力強く、はい、20、絶命のところに落とした、中本ナイスブロック、